今日はホンダカーズでフリードをね一日試乗してみたいと思ってるんですけど、池袋の駅の中にあるらしいんですよね。どこでしょうかね。これ何階なんだ。地下だ。ここか。分かりづら。ホンダカーズで今日借ります。フリードありましたね。あと免許かざすだけで鍵が開きます。ホンダフリードの白ですね。フリードプラスじゃないみたいですね。ハイブリッドです。多分 G だと思いますね、グレードは。まあこれから発進しようと思います。今日はですね、どこ行こうかなと思ったんですけども、岩槻の方に行ってみたいと思います。岩槻城址公園っていうところにね、行ってみたいと思います。すごい、意外と高級感があるなって感じ。こんにちは、ゆるのりです。僕はね、まあゆっくりまったり乗るのが好きな中年男性です。今はね、Nボックス中心に乗ってます。で、もう一台ね、次のね、愛車探し、このフリードですね、これを借りてみることにしました。第一印象は静かですね。やっぱりハイブリッドモデルだけあってね、もうほとんど無音ですね、止まってる時は。外の音もね、思ってる以上に遮音されてる感じ。この池袋のね、街の音なんかがあんまり入ってこないですね。頭上空間も割と余裕がありますね。あ、乗り心地はいいな、これ。乗り心地はもうちょっと乗っただけでね、これは非常に僕好みの乗り味だなっていうのが分かりますね。非常にしなやかですね。およそ500メートル、曲がった感じはなんか重い感じがする。なんか車体が重い感じがした。本革巻きなのかな。本革巻きっぽいですね。なんか縫い目があるし、ステアリングはもうだけど最近ウレタンか本革か分かんないような感じになってきちゃってんな。本革の質が落ちてんのか、ウレタンの本革感が増してんのか分かんないけどどっちでも良くなってきちゃってる。あー、これはいい車だ。僕にとっていい車。非常にマイルドだわ。この段差の継ぎ目なんかが非常にいい感じ。あら、これいい車だな。なんかこの先合流があります。ほんとちょうどいいわ。これいいですね。普通車だったらこれいいかな。大きさも割と取り回ししやすいし、乗り心地もしなやかでマイルド。ちょっとロードノイズは大きいな。ここはちょっとざらついてるからだな。この段差の乗り越え方とかも非常にしなやかで、突き上げ感を感じにくい。これはいい車だわ。ちょっとね、もう4年か5年経ってんですよね、発売から。少し車がね、古く感じますよね。古く感じるっていうか、その操作系ですよね。特にこのハンドル周りの ACC とかのね、ホンダセンシングとかがちょっと古いのかもしれないけど、段差の越え方が小気味いいっていうか、気持ちよく感じるぐらい。これだとフリードハイブリッド G かな。ダンロップのエナセーブで履いてますね。
18565の15インチですね。ホイールデザインもなかなか安っぽくないですね。乗り味はね、非常にマイルドですね。やっぱりミニバンタイプなので乗員のことを考えてマイルドにセッティングしてありますね。スチールホイールがいいのかもしれないですね。僕スチールホイールって結構好きなんですよね。衝撃吸収するようなイメージがあるんです。まあ、自転車乗りなら分かるけども、黒森っていうね、鉄の素材の自転車って独特のいい乗り心地があるんですよね。だから僕ね、むしろスチールホイールも歓迎なんですよね。なんかこのフリードはね、でもちょっとアクセル踏んだ時がギクシャク感ありますね。この一世代前のハイブリッドだからかな、なんかアクセル踏むとガクンとくるような衝撃がありますね。これはもうマイナーチェンジ前からそうですよね。ここがちょっと気になるんですよね。あとなんかやっぱりボディが重いなっていうのをなんかすごく感じますね、ところどころで。そこがちょっと運転して楽しいっていう感じを感じにくいかもしれないです。それはもうしょうがないでしょうね、ミニバンタイプですからね。どうしてもドライビングプレジャーよりもコンフォートをね優先しますよね、きっと。築城城址公園到着です。沼に囲まれてんだ、なんか梁山泊見て。ここはね、僕が大好きな戦国武将太田資政のね居城だった城なんですよね。太田資政ご存知ですかね。まあちょっとねマイナーな感じがするんですけども、戦国時代はねとっても有名な武将だったんですよね。豊臣秀吉がね、この武将が大きな大名にならなかったのは不思議だって言ったぐらい能力のある武将で、この岩槻城をね居城に迫り来る北条とね数回の激戦を行った武将です。なんとね、この太田資政っていう武将はね、軍用剣を使ったね初めての日本人って言われてるんですよね。この岩槻城と松山城とのね連携を軍用剣でね伝達してたみたいなんですよね。すごい人なんですよ。公園はもう市民の憩いの場になってますね。子供たちが楽しそうに遊んでます。なかなか広いお城の広い城址公園、なかなかの景勝地です。特急ロマンスカーだって電車好きにはたまらないかもしれない。すごい、この竹筒は何なんだろう。マイナーチェンジしてちょっとデザイン良くなりましたよね。なんか無印良品って感じ、車買いの。クイズ神社って読むんでしょうか、被災図神社だ、被災図神社って読むんだ。いやー、なかなか綺麗ですね、深淵な雰囲気。いやー、立派ですね。閑散としてます。でもあの天満宮がある、だろう、三鏡かな。カナイーヌだって、あら、クジャクとか野鳥、ニワトリとかいっぱいいるわ不思議だ。うわ、すご
ぞ。何泣いてますすごく。ニワトリが放し飼いだわ。全然避けないわ。ジャックすごすごニワトリもよく懐いてるなこれ。何にもないけど、何にもないけど食べる。あーどんどん出てきました。すごなんかこれを見るとね、ウルトラマン太郎をやっつけたバードンとかいうやつを思い出す。アグリパーク夢すぎとに到着。大きな道の駅です。大きいですね。もうこれバーベキューとかもできるんだ。広い。玉こんにゃく100円。はい、今日はこれで帰りたいと思います。十分楽しめました。雨もねちょっと強くなってきちゃったし、最後にねこの車のインプレッションですね。フリードのハイブリッド、マイナーチェンジ後のモデルですけども、この車のインプレッションをちょっと話していきたいと思います。非常に全体的に見ると満足感の高い車だなと思います。もう使い勝手のいいサイズと、乗り心地が非常にいいです。もうコンフォートな乗り心地でマイルドですね。僕はコンフォートな乗り心地好きなので、もうそういった意味でもこの車非常に気に入ってますね。あとはもうユーティリティですね。今は一人で乗ってるんで分かんないですけども、家族4人がね乗ってもう不満ないですよね。スライドドアもついてるし、いろんなところに収納がついてますし、あといろいろ感心させられたことがあって、意外とね音がいいですね。これオーディオの音がいい。最近のホンダ車全般的に言えることですけども、このフリードもね非常に音がいいですね。標準のスピーカーとね、このギャザーズのナビがついてますけども、もうこれで十分音がいいですね。 Bluetooth の音を出してみましたけど感心させられましたね。これ相当ホンダのオーディオ担当の人こだわってるのかな。高音とかね、特に低音も十分出ててですね、音の広がり感があるので、もうこれ標準のスピーカーで十分かもしれないですね。あとはやっぱり運転のしやすさでしょうかね。もう視界がいいですし、サイズ感もね5ナンバーサイズですよね。幅が1695ですから、駐停車も非常に楽ですよね。デメリットとしてはですね、まあやっぱりちょっと車自体が古いっていうか、もう5年ぐらい前の車なんですよね。発売が2016年ですよね。だからちょっとね最新の車でついてるような装備がついてないです。一番ついててほしいのは電動パーキングとオートブレーキホールドですよね。これがついてないんですよね。それがついてないというのは残念ですよね。あとはちょっと僕だけの感想かもしれないですけど、加速するときにちょっとなんか引っかかったりとかですね、妙にエンジンが吹き上がったりする、そういう違和感をね感じます。これは以前乗った時もそう感じたんですけども、なんでここでエンジンが急に吹き上がるのかなっていう、そんな違和感をね感じますね。あとは運転してて感じることは、やっぱり車がなんか重いなっていう感じを受けますね。だからまあエンジンが吹き上がりやすいのかもしれないですけど、結構このハイブリッド車になると1400キロ超えてくると思うんですよね。だからちょっともっさり感というか、鈍重な感じがしないでもないかなっていう感じします。
もうこれだったらいっそのことガソリン車の方がいいかもしれないですね。ガソリン車の方がそういう加速する時のなんか違和感とか感じにくいかもしれないですね。燃費もさほどにね、ハイブリッドとガソリン車で大きく差があるわけじゃないと思うんですよね。カタログ燃費とか見ると4キロぐらいでしたかね。なので実際ガソリン車の方が売れてるみたいですしね、ガソリン車がいいかもしれないですね。この車を購入するにあたって、まあ、気になる点はタンク容量の小ささでしょうかね。タンク容量がこれ FF だと36リットルなんですよね。普通乗用車の、まあ、ミニバンタイプの車としては非常に少ないかなと思うんですよ。なので航続可能距離がちょっと少なめかなっていう。これ 4WD にするとね、53リットルなんですよね。なぜか急に入れられるガソリンの量が多くなるんですけども、まあ僕はなんか航続可能距離が少しでも長くなればいいかなって思うので、そういう観点から見ても 4WD にしてもいいかなって思っちゃう。まあ、ちょっと多少燃費が落ちるのと購入価格が上がっちゃうのが問題ですけど、でもまあいくつかのそういう不満点はありますけど、これはもう買って損ない車でしょうね。もう使い勝手がいいしね、これ1台あれば家族4人問題なく使っていけると思うので、鉄板の一つじゃないですかね。まあ、あとはグレード選びでしょうね。ハイブリッドにするのかガソリンにするのか、あとまあ普通のノーマルにするのか、ちょっとアウトドア SUV チックなクロスターにするのかとか、その辺の相談になってきますよね。僕はなんかね、クロスターももちろん外見はすごくノーマルのよりも好みだし興味がありますね。だからクロスターも乗りたいなと思います。あとね、モデューロっていうのがあるんですよね。もう一気に値段が上がるんですけど、80万ぐらい上がっちゃうのかな。モデューロっていうのがあるんですけど、それにも乗ってみたいなって思うんですよ。まあいろんな動画見るとすごく絶賛してるし、割とね乗り心地が扁平率は下げてないので、ノーマルのままの扁平率なんですよね。6号の扁平率でたっぷりなエアボリュームがあるので、割とスポーティーな割に乗り心地も確保されてるんじゃないかなと思うんで、モデューロもすごく気になります。試乗してみようかなと思います。そんなわけでね、今日はあのフリードの一日試乗と岩月のプチ観光ということで、この辺で終わりにしたいと思います。こんな動画を見てくださりありがとうございます。またこういう動画を上げていこうと思いますし、自転車のね散策動画とかいろんな買ったもののインプレッションとか上げていこうと思いますので、まあ、よろしければチャンネル登録してまた見てやってください。それではこの辺で失礼します。さよなら。